食べたいと思います。よーし、パー。はい、どうもパテモス協会でございます。というわけで本日はお久しぶりの動画になりましたね。2日ぶり3日ぶり、撮ってあるんですけど編集できておりません。というわけで本日はおにぎり、最初皿が反対向いてましたけども直しました。それに明日までキャンペーン中、野田屋さんで販売されております天しば、天しば漬け天然でございます。おにぎりちょっとくちゃりましたけどね、のりがね。これじゃいい、これもうまいよな。ラーメンとおにぎりもいいけど、おにぎりとうどんもいいです。はい、だしは、白だし、いりこだし、塩少々で、おにぎりの方は、高級な明太鮭フレークと、わかめ炊き込みと、ごま塩でやりました。さあ食べましょうか。というわけでいただきます。ちょうどいいわ。実は昨日の朝もうどん食って、昨日の夜もうどん食ったんですけどね、もうちょっと夏バテというか、疲労と酒の飲みすぎ、おとといのでもバテてました、昨日は。虫がいる。うまい。冷凍の加藤吉です。おにぎりいただきます。うまい。おにぎりうめえわ。天しばも最高です。久々に言うと夏バテというか、二日酔いかなと思って、全然二日酔いでもなんかしんど、今でも胃はやられてましたけど、ちょっと動悸も激しくなりやってて、汗がダラダラ出るというね、夏バテ気味になってた。昨日2時間ほど昼寝して、ようやくちょっと落ち着いたけど、食欲も戻らんかって、昨日の夜は稲庭うどん、あったかいので食べました。あ、冷たいので食べました。動画撮ってないけどね。昨日早々に9時半ぐらいにはもうベッド入ってゴロゴロしてて、まあ昼寝を結構しちゃってるんで、夕方ぐらいまで眠れなかったけど、まあ12時ぐらいには寝て、今日朝からちゃんと5時から歩きました。だいぶ復活ですね。この2日間ちょっとね、大阪に行ってたりもしたんでね、もうちょっと疲れた。都会は、田舎もんに都会はつらい。楽しいんやけどね。疲れた。どうやって来週もちょっとね、都会行かなあかんやけどね。うどんは一玉です。加藤吉の冷凍うどん一玉。先週1週間はね、仕事はバリにゆっくりしてたんですけど、もう8月の終わりやしか分からんけど、今日めっちゃ忙しいんですけど、バテるわ、さらに。
まあ1時半このあと2時から夕方6時半までこのあとぶっ通しか、さっき1時までも10時からぶっ通しやったけど、頑張って稼ごう。お盆休みも取ったし、ね、先週もそんなに忙しくなかったんで、今日と明日頑張って、稼ごう。あと水槽ね、新しいでっかい水槽、今準備始めてて、その動画も実は昨日撮りたかったんやけど、もう超バテてて無理やった。もう体が無理ってなってた。久々やね、あんなにエネルギーがないなって感じだった。熱中症かなんかも。汗ばむわ、この後まだ30分あるからその間に動画編集しよう。真っ黒や。あと、まあここ数ヶ月ぐらいまだタバコが復活してたんですけど、タバコ吸うの今日からやめました。また、休園始めます。もうそろそろ満足したんで、また当面タバコやめたいなと思ってます。というわけでバティモス協会、本日はおにぎり4個と美味しいかけうどん一玉でございました。皆様暑いですから、本当俺もちょっとバテましたけど、昨日今もちょっと本調子ってほどじゃないけど、だいぶ回復しましたけど、夏の暑さ対策気をつけてくださいませ。というわけでバテモス協会でございました。ごちそうさまでした。ほな。